命令越しに、再び戦力ダウンしてきた甲馬組。何か作戦会議でもしているようだ。昨夜。先日まで新人メイドが一体できたのに今や半数以下である。申し訳ございません。無能と判断したので即刻切り捨てたのですが。少々早計でありました。せめて一度フランお嬢様に相談するべきでした。致し方ないことなんだけどね。レミリアも無能扱いである。こんなことを言われて黙って寝てられるかってんだ。停戦。本体。業務だ。奴らを脅かしに行くからついてこい。その前にお腹すいた。てかここうちなのに放置されたかっぽい。そちらの方が納得いかない。じゃここも奴らを予行練習として脅かして食べ物食ってから行くぞ。私もお腹減ったし。いいなあし。普通にご飯食べるんじゃダメなの？うん。などとつまらんことを企んでいるようだぞ。すべて筒抜けだとも知らずに。私のご飯を奪えると本気で思っているのかしら。おめでたいおつむだこと。実に愚かです。ちょうどいい退屈しのぎになりそうね。てか霊夢よ。ナレーションの立場を利用して筒抜けとか反則じゃね？それ以前に戦力差的にレミリアたちがかわいそうなくらいの充実っぷりよ。筒抜けかどうかなど些細なことよね。なんなら知らずに思いっきりカウンター食らうなんてことも避けられるまであるわ。確かに。まあ戦うのが目的じゃないんだし。ご飯を狙う気なら容赦はしない。悪徳残でいきます。どうやら相手の出方を楽しむなんてことはないみたいよさ。レミリアたちの運命は、終わったな。甲馬艦防衛のために高評価チャンネル登録ベルマークポチッとお願いします。